はい、えー、おはようございます。7月20日、朝5時の相場解説になります。あの、日足を見ていろいろとお話ししていきたいんですけども、えっと、昨日はですね、えー、特に動きがなかった、面白くなかったですね。昨日こそはなんか、ドンと動くんじゃないかなと期待はしていたんですよ。ただ、テクニカル的に何か動きがあるようには見えなかったですよね。で、その中で深夜なんですけども、あの、 ファンダメンタルがちょっとありましたね。そのことについてちょっとね、補足を求められたんでお話していこうと思いますけども、どうですかね多分面白くないと思うんですよね。ファンダメンタルって分かったところで、結局後になってこうだったのかって思うだけで、じゃあ、ファンダメンタルが前もって予測できるかっていうとほとんど不可能なんですよね。まあ、ただ少しだけ語っていこうと思いますので、えー、こちらの1時間、あ、違う、1日足を4時間に切り替えていきますね。えー、と、4時間に切り替えていきます。 え、これが4時間足なんですけども、緩やかに下がっていったのは昨日のところで、まあこの辺りでね、横ばいになっていたんで特にエントリーする兆しが見えないよねってところで昨日は手締まいさせてもらいましたあ。そして深夜なんですけども、ガクンとしてバカッと戻ってきた。これは何なんだってことなんですけども、一見するとテクニカル的にはこちらに反応して戻ったんじゃないかなと言えなくもないんですけども、この理由もちょっと違います。まあ正確に言うと影響しないでもないような水準のところはね、差し示しているんですが、 やっぱりこれはね、あのー、材料なんですよね。ちょっとね、だから材料のことについてお話していきますんで、一瞬見てもらえますはい、えー、おはようございます。即可塾の久保でございます。今日もね、AFX の方やっていこうかと思いますけども、昨日ちょっとした動きがありましたよね。ちょっとした動きがありましたんで、そちらの方を語っていきたいと思いますけども、今回材料ですね。 えっと、18日のことですけども、ニューヨーク時間で、えー、アメリカの住宅指標の大幅の悪化がありまして、7月の FOMC に影響するんではないかなっていうふうな、あ、観測があったわけですよ。まあ、より具体的に言うと、7月の FOMC での1%利上げ観測、さらに後退するんではないかなってことですよね。まあ、それによって、えー、円高が進んだということでございます。で、市況とか個人投資家さんのね、動向ってのを、お7月19日で、 ままとととめていいいいいかななけけ思すども、えー、例えばね、FX の投資家とフローの市況ですけれども、前日のオープンから本日の15日まで、これ、あの日本時間ですけれども、ローソク足が以上のように動いてるわけですよね、まああの、ずっと動きがないよっていうふうに申し上げていたのはその通りなんですけれども、まあ、こういう話って面白いですかね、多分ね、あんまり面白くないと思うんで、さらっと済ませましょうか。 まあ18日のことなんですけども、まあ欧州ニューヨーク時間ですね。で、アメリカの7日、NAHB 住宅市場指数の大幅赤で7月 FOMC での積極的には利上げ実施観測が交代する中で、ドル円っていうのは137.963まで下落したというところだったんですけども、まあ、本日ですね、アジア時間で連休明けのドル円っていうのは序盤 株高で買いが先行して138円の390まで上昇したところが見られるわけなんですよね。で、うーん、まあ、あんまり面白くないからやめときましょうか。はい。えー、こういうファンダメンタルに関することはやっぱり私の相場解説ではあんまりね、合わないと思いますので、この辺にしときましょう。まあ、とにかく材料があって、今回の V の字の動きがありましたよってことに留めさせてもらいます。えー、というところでね、あんまり面白くないでしょ。だから、 ファンダメンタルのことについては、やっぱりね、私の相場解説では、ほぼ触れずにいこうと思います。あの、テクニカルであくまでも攻略することによって、再現性というものもね、やっぱり求められますし、テクニカルってのは、今までのチャートの動きから、これからのチャートの動きをパターンで、えー、こう予測していくってものになりますので、ファンダメンタルってのは、いつもイレギュラーですからね、材料が起きる時期はわかるけども、その材料が円安に向かうのか、円高に向かうのか、そしてどのぐらいの水準で、 そうなるのかってこと全く誰も分かっていたらねやっぱりこ,うこんな簡単なことはないんですけどもねはいというところで1時間の方を見ていきましょうか1時間を改めて見ていきますさあ1時間はこういうふうに動いたわけですけどもそんな中でも7月20日の今日の動きを考えていかなくてはなりません、えー、私はねこれはね言うことないなと思うんですけども実はね元の水準に帰っていくっていうところでこの V の字が形作ってるのは ここれからこの水準に戻るるっててとをねし、えー、し示していると思うんですよで今までのパターンから言うと左右対称みたいになってねこう横ばいがあった上に軽いブレイクが起きてこの139-235のあたりの水準まで戻っていければなっていうのが今週の見方なんですよね。まあ、ですんでとりあえずは今日はレンジを保ったまんま上にブレイクすることを待っていこうかなと思います。 まあ基本戦略は昨日をやりたかった形ですよねもちろんこのままレンジが動かずにそのまま今日も店じまいってこともありえますんでまあある意味ね動かない時は私たちはもう儲けようがないですから動かない時はその時はもう手も足も出ないんであの仕入れができませんでしたっていう状態ですよねうんまあ魚が漁師が魚を釣りに出てね海が全くしけてて、えー、魚が釣れませんでしたってのも同じなんでそこからねテクニカルの生かしようは特にないですから そういう時はまあ見てるしかないなっていうところで今までの講義とか Q&A をしっかりと見ることになると思いますまあこういう局面ではね特に質問も上がってこないですからね打つ手ありませんってことでございますねはいじゃあ、えー、しばらくまた様子を見ていきましょうかでは本日もよろしくお願いします